図書館、ヘルプデスクヘルプデスクは、企業や機関の製品、サービスに関連する情報とサポートを、顧客やエンドユーザーに提供するための業務、またはそれを実施する組織や部門である。ヘルプデスクでは、問題のトラブルシューティングを行ったり、コンピューター、電子機器、食品、医療、ソフトウェアなどの製品に関するガイダンスを提供したり、することである。企業は通常、 フリーダイヤル、ウェブサイト、インスタントメッセージング、電子メールなどの様々な手法を通じて、顧客にヘルプデスクサポートを提供する。組織内の従業員を支援するために設計された、社内ヘルプデスクという形態もある。一般的なヘルプデスクはいくつかの機能を効果的に実行できる。これは、ユーザーがトラブルシューティングの支援を得たり、質問への回答を得たり、 基地の問題を解決したりするための単一の連絡先を提供する。ヘルプデスクは通常問題追跡システムなどのソフトウェアを使用してリクエストを管理する。これらのシステムでは多くの場合ローカルバグトラッカーを使用する。このシステムによりヘルプデスクは1位の番号を使用してユーザーの要求を追跡検索一覧できユーザー コンピュータープログラムなどの項目によって問題を分類できる。ヘルプデスク機能をサポートするために多くのソフトウェアアプリケーションが利用できる。エンタープライズレベルのヘルプデスクを対象とするものも、あれば部門のニーズを対象とするものまで様々である。1990年代半ば、ロバート・ゴードン大学のイアン・ミドルトンが組織のヘルプデスクの調査を行った。 ユーザーの問題への対応だけでなく、ヘルプデスクが多数の顧客や従業員と毎日コミュニケーションを取るという独自の立場からも価値が得られることが裏付けられた。技術的な問題、ユーザーの好み、満足度などの分野で得られた情報は他の部門での計画や開発作業に役立つ可能性がある。大規模なヘルプデスクは様々なタイプの質問を処理するために、 様々なレベルに構造化されていることがよくある。例えば、第1レベルのヘルプデスクは、質問に回答したり、FAQ や、ナレッジベースで、一般的に見られる情報を提供したりするために、用意されている。問題が第1レベルで解決されない場合は、より複雑な問題を処理するための第2レベルに、転送する。さらに、特定の顧客から要求があった更新や、バグ修正など、 固有のニーズに対処するための第3レベルのサポートも提供する場合がある。大規模なヘルプデスクには顧客から入ってきた課題の管理担当者やチームがいる。それらは一般にキューマネージャー、またはキュースーパーバイザーと呼ばれる。キューマネージャーは提起された課題の種類に基づいて専門チームの一つに問題を割り当てる。一部のヘルプデスクには ACD 分割を備えた電話システムがあり、特定のトピックに関する電話が必要な経験、または知識を持つアナリストに確実に割り当てられる。ヘルプデスクの多くは、出勤中のアナリストの名簿管理をシステムで行っている。アナリストの負荷を分散して、課題のフォローアップ、電話の返信、電子メールによる質問への回答などのタスクを、 実行するための時間を十分確保できるようにするためである。電話の着信はランダムであるため、ヘルプデスクエージェントのスケジュールは、R、アーラシー式の計算を使用して維持される。空いている準拠のヘルプデスクは通常、イズムの一部であるより、大きなサービスデスクユニットの一部となっている。ありがとうございます。